天の外の物置めや。手の感覚がない。腕をもがれるところだって。こんな豆鉄砲じゃ無理です。でかいのがないと。拠点の外の物置めや。でも、鍵はスティーブンズ。あいつが装甲車で迎えに来る。それまで耐えるんだ。疲れた。ここで休んで、スティーブンズを待とう。よし、劇場だな。待ってろ。何なんだこれは。クソ、リリーはあの中か。僕の美しきオブスキュラのダンスは君には理解できなかったみたいだね。こっちの方がお好みかな。聞いてごらん。史上の傑作を作るところなんだ。だけど君にはまだ見る資格がない。僕の芸術に敬意を示さない限りね。聞け、彼女らの悲鳴を、僕の作品の残響を。芸術に敬意を示せか。ユキコの仮説を試す時が来たようだな。
に燃やしてやる。待てよ、今腕が動かなかったか。くそ、そんな、やめろ、やめてくれ。くそ、このままじゃやられるぞ。奇襲をかけるか。おい、そこのあんた、助けてくれ。頼むよ。また来やがった。あそこからだ。おい、なんとかしてくれ。あとはあいつだけだ。多分これで最後だろう。助かったよ。誰も来ないかと思ってた。探索チームだな。なぜここにいる？探し物をしてたんだ。何を探していた？ここはまだ危険だ。俺の拠点で話そう。先に行け。来いよ。入れよ。化け物は来ない。さっきはありがとうよ。サイクスだ。セバスチャン・カステヤノスだ。アステヤノス、聞いたことがある。ビーコン事件の生存者だろ。なぜ知ってる？俺はステムのプログラマーだが、他のスキルもある。情報システムのハッキングとかな。
誰も知らないことも知ってる。他のメンバーが知らないこともだ。ならリリーも知ってるな。ええ、みんな彼女を探してる。見つかってないがな。あんたもそうだろ。ああ、だがお前が情報を持っていない以上話すことはない。じゃあな。待てよ、まだ協力できる可能性がある。だといいが。ほら、ここには役立ちそうなものが結構ある。助けてくれた礼にやるよ。提案に興味が湧いたらまた来てくれ。よし、教えてくれ。何をすればいい？脊髄にあるサーバーを再起動してほしい。化け物が周りにいなきゃ簡単なはずだ。サーバーはここにある。待て、まだやるとは言ってない。俺に何の得がある？見返りに補給品の入った貯蔵庫を全て開けてやるよ。なぜ再起動させる？サーバーを起動できればユニオンからの抜け道が見つかるかもしれない。抜け道なんて本当にあるのか？悪実じゃないが、絶対に試したい。メビウスとの接続は断たれた。孤立無縁だ。コアが見つからなきゃ全員ここでオダブツになる。抜け道を見つけない限りな。どうやるんだ？いくつを説明したら相当長くなるが、聞きたいか？電源を入れればいいんだな。そもそもなんでサーバーの電源が切れたんだ？ただサーバーを起動してくれりゃいい。あとは任せろ。外を見ろよ。崩壊してるだろ。正常に稼働してる方がおかしい。だがメビウスが電源を切った可能性もある。あらゆる緊急事態に対応する手順があるからな。でお前は全能のメビウスにケチをつけるつもりか？下っ端なのは別にいい。だが使い捨ての駒扱いされるとな。それで出口を探し始めた。わかるだろ？なあ、わかるよ。それで手を貸してくれるのか？鍵だ。問題は何の鍵かってことだな。逃げられない。ここを出ないと。装甲車を見つけてさっさと脱出したいだけだってのに。助けてくれ！誰かいないか！なんてこった。ステムの中で死ぬのか。最初からいなかったみたいに。悪い老僧。装甲車でお前を迎えに行くのは無理そうだ。
なんで俺を追ってくるんだ。この部屋、何かがおかしい。目には見えない何かがある。俺だ、昔の。鏡に何かあるな。調べておくか。
変だ。なぜまた俺を追ってくる？